FM 東海は学校法人東海大学が超短波放送の実用化を目指して1958年12月から1970年4月にかけて開設していた実験局実用化試験局の通称である。FM 東京の前身であり実用化試験局については広告放送の実施が認可されていたことから日本で最初の民間放送 FM 局でもある。 日本においてテレビジョン放送が大衆に普及し始めた1950年代に文部省は放送を使用した高等教育構想に関心を示していた。東洋大学文学部教授であった米林富夫はテレビ及びラジオ放送を使用した勤労学生向け大学教育の研究を行っており文部省は研究助成金を拠出していた。こうした動きを見て 私立大学の中に FM 放送を使用した大学ラジオ局や大学テレビ局を開設する動きが急速に盛り上がることとなった。その中でも特に熱心だったのが東海大学であり日本の全大学の中で最も早い段階から準備を開始、1957年6月に超短波放送実験局の免許を郵政省に申請した。 東海大学予予校社内の FM 東海送信機室1959年頃1958年4月に東海大学超単波放送実験局空中線電力1キロワットの予備免許を取得し12月に放送を開始した1959年11月には周波数を 84.5MC に変更し1960年4月には 東海大学超短波放送実用化試験局も放送を開始した。FM 東海は主に校舎を指すが実用化試験局廃止後は実験局の通称ともなった。松前主義義の方針により東海大学による通信制授業の放送を中心に編成した。全日の早朝5時から6時台と月曜日引く土曜日の19時から20時台に 持ち生高校の時間の名称で番組枠が設けられた。授業放送以外の時間帯は音楽番組が編成の中心となり、ポピュラー音楽、クラシック音楽を主体としながら、現代音楽を扱う教養番組も設けられた。FM 放送を受信できる機器は、1957年4月、同年12月から開始された NHKFM。 放送の実験放送に先んじて発売されていたが、従来の中波放送よりも雑音が少なく、高音質であるという性質から、オーディオ愛好家向けのチューナーやレシーバー、ラジオの中でも、ハイァイラジオと称された、大型の高級機種が大半だった。その中で1961年には、FM 東海で放送される授業番組を聴取するための安価なラジオが発売されている。 またステレオ放送の実用化に向けて、1960年8月、クロス B 方式によるステレオでの試験放送も行われたが、パイロットトーン方式がステレオ放送の標準方式として採用されると、1963年6月からこの方式での試験放送が開始されている。東海大学とほぼ同時期に運用を開始して、 正式な教育放送局実現が期待されていた東洋大学の超短波放送実験局が資金不足で実用化試験局への発展に至らず断念に追い込まれたこともあり実用化試験局への移行にあたってはスポンサーの獲得が文部省及び郵政省から認可されていたしかし広告放送が認められていない実験局との区別が曖昧なことが国会でも問題になった また、文部省と郵政省が放送を使用した高等教育を政府として行う方向へ方針を転換したこともあって、郵政省は FM 放送の実施のために必要な資料収集が完了したという理由を東海大学に提示、1968年に実用化試験局の再免許を拒否した。短期間再免許されたもののすぐに期間満了となり、 不法無選挙区として、郵政省は、電波法違反で、東海大学を告発した。これに対し東海大学は、これまでの実績を評価していないとして不国在で、郵政省を提訴するなどの騒動があったが、他の出資元も増やした、株式会社形式の民間放送に移行することで、妥協し、1970年4月25日に廃局。翌4月26日、 東日本発の民間 FM 放送 FM 東京に移行した。電解強度の測定発明会館に移転後の FM 東海第一副調整出時期不明。ありがとうございます。